イーヤシオーンとナルダノスが住んだとされるサモトラケー島。イーヤシオーンはクレータ島の3度耕した畑で、霊明テールと関係を持ったとされる。画像は、クレータ島の東部、ラシティケンイーヤシオーンは、ギリシア神話の人物である。長母音を省略してヤシオンとも表記される。女神霊明テールに愛されるもデウスによって引き裂かれた。 アトラースの娘エレクトラーとゼウスの息子でダルダノスの兄弟。ハルモニアーが兄弟とされることもある。デーメーテールとの間にプルートスを設けた。あるいはプルートスとピロメロスの双子であったと言われ、他に女神キュベレートの間に息子、コリバースを設けたともされる。ヘーシオドスによると、イーアシオー,オーンはデーメーテールに愛されて、 クレータ島の三度耕された畑で男女の関係になり、デーメーテールはプルートスを生んだと歌っている。ホメーロスもオデュッセアで同様の神話に触れた上で、イーアシオーオーンはゼウスの雷に撃たれて殺されたと述べている。このエピソードは後代になるとデーメーテールに対する傲慢さゆえにゼウスの雷に撃たれて命を落としたと言われるようになる。すなわち、 デーメーテールを交換しようとしたためであると。スキムノスやヘラーニーコスは、イーアシオオンが、デーメーテールの心臓を、あるいはこのオンは、デーメーテールの幻を犯そうとしたと述べている。ヒュギーノスは4頭立て二輪戦車が原因で死んだと、している。これに対しシケリアのディオドロスは、イーアシオンはゼウスによって、悲儀を授けられ、サモトラシ島の密儀を創立。さらにイーアシオンは、 オリュムポスに入ったとも伝えている。またディオドロスはデーメーテルとの間にプルートスが生まれたとする伝承を次のように解釈している。すなわちイーアシオーンはハルモニアとカドモスの結婚式の際にデーメーテールと結ばれたため贈り物として穀物を授かった。イーアシオーンは授かった穀物を大地に巻き豊かに実らせることに成功した。 共嘆した人々は実った穀物をプルートスと呼んだ。インヤシオンと女神、デーメーテールの物語は、大地の豊穣を祈願する儀礼の中で取り行われた、大地の女神との成婚を意味している。ミルチャエリアでは、女性と工作地、男性と区は、工作と生殖行為との同一死を及び、畑で生殖行為を着すことで豊穣を祈る、的行為とする風習は、古くから、 世界各地に見ることができ、イーアシオーンとデメーテールの神話はそうした風習の原型を想起させると述べている。これに対して、オデュッセアにおけるイーアシオーンの詩の伝承は、女神との性婚と同時に、ゼウスが女神に対して人間の男との自由な恋愛や結婚を認めなかったことを物語っている。このことから人間の男が女神に恋をすることは不敬と、みなされていき、 性婚の意味も忘れられて、冒頭的人物とされるようになったと考えられている。ありがとうございます。